一人ぐらいいけます？じゃあ女性陣、女性 陣, 女性陣、まあ、ちょっと女性陣も見たいよ、ね、見たい。2人でできないの同時で、なんか確かに、あ、一緒に、あ、なるほど、 AKB とももクロで、これは奇跡のコラボ、大プロデュースですよこれ懐かしい。永井先生によるももクロと AKB のコラボネタ、果たしてどんなリズムになるのか。あの、まあ、やっぱ金閣寺ってワードをいただいてるんで、金閣寺の音で作りたいな。ブズ、あるん、知らない、伝わりますそれ、キランみたいな、キランがそ の, あのこのバスドラになってる感じ、金閣寺の音、あ、金閣寺の音、それ、あ、これ金閣寺すげえ感じ、それ怒られるわとりあえずそれいっぱいちょうだい、とりあえずいっぱいちょうだい、金閣寺の音いっぱいちょうだい、キラキラ、面白そう、これか、面白い、え、こっから危ない危ない、やばい、ブルースリー、ブルースリーだ、あんなシャイニーやってほしくないもん、ね、始まります、あー、でも高いな、あれは、あー、いいね、あ、ここよ、てん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 、4回でてん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 、もうそう、ずっと、もう早く、てん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 、もう、まあ、あの、M1 と一緒、いじかい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 、M1 のやつ、 M1 のやつ、金閣寺で M1 ってことで、おーおーおーしゃ、できた、でだ、お盆持ってくる人のあのお盆ウェイトレスな感じの音、こうウェイトレス、好奇心旺盛のこう、オムライスがいっぱいある感じの音、オムライスがいっぱいある、それが好奇心、いやいや伝わらないでしょ、金谷さんに無理です、伝わるの、さすがに無理ですよ、なんか作ってるぞ金谷さんPC 叩いてるぞ、ないです、すごい、本当すごいうわっ、わかっこいい、マジでかっこいい、超かっこいい、なんかすごいこのリズム、これちょっと俺声入れます。え？声入れる？すげえ。かっこいい。声入れるってどういうことなの？かっこいい。オムライス、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 オムライス。オムライス。なんでオムライスになったんだろう。オムライス。オムライス書いてないよ。一言も言ってないしオリーは。自分で。もしかして腹減ってんすか今お腹空いてそうだ、今日お弁当にオムライスあったわ、あー、あった、あった、弁当泥棒、すいません、泥棒、そっからだ、オムライス、オムライスで2回言った後にもつけちゃってください、大変だよ、すごいよ、オムライス、オムライス、無理だ、無理だ、それは無理でしょ、金谷さんどうすればいいですかそれ、いや、出来たてを聞いてほしいですよ、わかりますか、わかりますけど、C って言ったって自分で流せっつって永井さんにだけどう伝えればいい、あ、俺には聞けんだ、おかしい、そうだよ、自分がヘッドホンつけりゃいい、そうだよ、俺ら C じゃねえ、 C、 お、吹いてるあれ本当か、あれ本当よ、吉村、いや嘘だよ、あれ聞こえてない、あ、最後ニーハオだけやっぱ言いたいな、ニーハオどこなんで、どっからどういう付け出しだよ、どっから感覚が多いんですよ、これだけは勘弁してください、あの分かってください、リズムネタニュアンスが多いです、全く違いますよ、求めてるものと、なんかニーハオって言ってなんか可愛く終わりたいんですよね、やっぱ女性のやつなんで、ニーハオみたいな、2人が言うんじゃダメなんですか、はい、言ってもくれんすか、いやだって2人のネタ作ってんだからというわけでここまで作ったリズムに玉井さんと横山さんの声を重ねます、まずは玉井さん、お待たせしました、オムライスです、続いて横山さん、ニーハオ、入っちゃってんじゃないよ、なんだそのコメディコメディアンどういうネタになるんですか、永井さんここからねえねえみたいな、うん、ね、修学旅行に来た2人が、はい、ねえ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 、あれ何、あれ金閣寺じゃない、いや教頭の頭っていうことです、はい、なるほど、でニーハオです、めちゃくちゃだよ、なんでオムライスオムライス、
ももクロと AKB48 の即席コラボ、果たしてどんなリズムネタに仕上がったのか。いいですか。はい、いきます。せーの。この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちら。